first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, Exile, when there is nothing left but to live or die? Chosen, what will you become?皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日から、再開します。コナンエグザイル、コナンエグザイルズか、ね、前回までね、オンラインで第20話ぐらいまでかなやってたんですけれども、ちょっとね、なんだろう、2日ぐらい空けてログインしたら、まあ自分が作ったね、大きな城塞あるんですけど、それがまあ丸ごとなくなってたと。それでね、もう私ちょっとやる気を失ってしまって、やめてました、でね、まあなんだろうな、ちょっとね、このゲームやっぱり面白いんで、まあ、継続してやっていきたいっていうのがあるんですよ。まあだからそういうちょっとね、オンラインでやると、まあ、他のプレイヤーさんとの兼ね合いとかってね、放置される建物とかね、勝手に消されたりするんで、ちょっともうそれはちょっとしんどいなと思ったんで、もうこれからはね、ちょっとオフラインの一人プレイってやつ、でちょっと遊んでいこうかなと思っております。でね、オフラインでやれることちょっとね、まあオンラインと違ってて、まあもちろんね、プレイヤーさんがいないからね、どこに建物を建ててもいいというのもありますし、あとモッドね、モッドを入れて遊べるというのが、まあ、オフラインでやる一番の強みというか、まあ面白いところなんで、ちょっとね、そこら辺を踏まえて今回から、オフラインでコナンエグザイルズ一番最初からね、まあ、やっていこうかなと思っております。まあでもシリーズとしては第21になるのかな、まあオンラインでやってきたのもまあ大事なね、まあ要素なんで、まあ、あれも踏まえてちょっと再開すると、まあ、いう形でシャープ21からね、オフライン一番最初からやるということにしようと思います。というわけで、じゃあ早速やりましょうか。ちょっと設定変えさせてね、オーディオで、感覚、広がるね、結構。まあ目大きくしてるからね、そんなに話しすぎるとちょっと違和感出てきちゃう、こんなもんで。瞳の色、灰色の目って言ってたから、これでも白だな、こっちのブルーの感じで灰色を表現したらいいんじゃないの、すごいね、瞳の色これはちょっともう人間じゃねえわ
この辺りまだいけてるけど。体。背の高さね。ちょっとね、大きすぎると思うんで。こんなもんかな。そうね、羅針、これはやっぱり全裸ではなくてね、ちゃんと着てますと体格、体格もそうだな、ちょっとだけやっぱ筋肉あった方がいいよね、真ん中でいいか、で胸あんまり大きすぎない今回は。こんなもんかな、こんなもんでしょう、きっと。よし、キャラクター確定。で、名前を付けましょうか。ね。まあ今回もカサンドラ。まあこうすることでね、エンディング編集しなくていいと。エンディングでそのまま使えるぞということなんです。During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands. なんかミニマップ見たらすごいとこにさらわれてるね。For crimes that they may or may not have committed. 砂漠じゃなくて。Death comes swiftly on black wings until fate intervenes.フレイヤの小屋、フレイヤがいますよ、ここに。で、今回のモッドでね、連れてきたね、NPC を、の見た目を編集できられる。できられる。見た目編集できるんです。で、気に入らない顔の子がいたら、自分で変えてもいいぞ、と。いうことみたいな。Thirsty, dead woman. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized women are soft. Your lives are not nailed to your spines. ちょっと筋肉強すぎた。筋肉設定強すぎた。まあいいか。このね。Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead woman. This land does not love men.You are marked, and you cannot cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live, love, burn with life, slay and survive.We'll meet again, dead woman. はい、というわけでじゃあ始めましょう。でね、パッチ姿がちょっと変わるみたいなもん、ね、こんならしく立つんだなというモッドだね、これ。なんかもっとバリエーションあったかな。腕組んだりする。あとこれ見て、前がブルブルし。ちょっと待って、これね、
帰れます。あのちょっとね、ちょっと揺れすぎ。これね、どう。でセーブ。でほら、いい感じになったでしょ。これぐらいがいい。よし、やろうか。そんな調整を一番最初にする。The very boundaries of civilization. Beyond the passage of our highways, by the wild places of the world, where untamed savages make endless war upon each other. I am beaten, left to rot among the ruins. Taste death.あ、こっち来た。ちょっとやめて、足早いな、こっちね。こっち来るんじゃないよ。これ前、お前たちは泳げないっての知ってんの。あそこにも人いるわ。これ多分緑のカメたちは、あの優しいカメだし、赤い色したカメがちょっと好戦的なやつだ。ワニがいる。ワニキャッチする人か。やられない。あれやられちゃう。なんでこっち来んの。もういい、とりあえず向かおう。あった。これです。これだけの違い。あれ、あそこに人の拠点あるの。遠吠えの高台って書いてあった。鉄だけはいただいてきますよ。喉乾いてきた。あ、川で水飲んでないじゃない。川に散々入ったけど。ちょっとその辺りで飲んでこうか。ハイエナだな。あんまりハイエナは。あ、いた。違うハイエナいた。大丈夫。あ、なんか大丈夫。待って、ごめんなさい。痛い。危ねえ。ハイエナ多分落ち着いたらやれると思うね。血まみれになっちゃった。カサンドラ。こっちから。いや、ミニマップいいね。めっちゃハイエナいるじゃん。あっち側行きたいんだけどな。やるか。その前に腹こしらえ。見つからなきゃ見つからない。よし、見つかった。見つかったな。よし、やれたー。
とりあえず肉もらってるか。石の包丁で。なんか英名の名前だったけど、まあいいでしょう。ここにセットして、肉入れて、焚き入れて、スタート。ちょっと待ってましょう。なんか座るみたいなモーションがあった。これだ。リラックス。座る。いいね。いいね。顔が綺麗にできてるかちょっと見よう。ああ、いいね。ちゃんとあの、ゲームに落とし込んでからも、ちゃんと反映されてる。たまに違ったりするじゃない。まあ、ゲームによるけどさ。胸の大きさもちょうどいい。やっぱり大きすぎない感じにするのがいいわ。これでも結構大きい方でしょ、実際はね。化け物みたいな大きさになっちゃう。あの通常の状態で化け物みたいな大きさだから、メーターが真ん中のところ、あそこからもうどれだけ下げれるかっていう自制心、それが大事です、このゲーム。卵いいな。卵結構回復するね。今のうち水くんでそうか。着地するちゃんと。いや、いい。モーションがだいぶ綺麗になった。これもしかしたら別にあのモッドじゃなくて、あのね、バージョンアップ繰り返してきて進化してきたのかもしれない。あ、もうできてるね、全てと。あ、所持品に戻せるわ。いいね。今までは戻せなかったよね。壊すな。いいね。あれが名もなき町だね。あの先に行くと、あの骸骨兵がたくさんいます。アケロニアっていう帝国が、ね、あの中にあったんだと。ただ昔にハイボリアが、ハイボリア人が滅ぼした。足音聞こえる。火山のライガーの足音聞こえる。おっと、洞窟がある。この洞窟はシェールバックの洞窟だから、あれだね、カメちゃんたちの洞窟だ。ごめんごめん、じゃねえ。ワニいるな、下。ここから発見できたんだ。レベル上がった。レベル上がったんで、どんどんスキルを足腰につぎ込んでいこうか。うん。で、足腰1上がったら次はサバイバル。サバイバルはまだ2まででいいかな。サバイバルは2になるとね、あの取れるアイテムが2倍になる。あのこういうね、石とか木を、まあ、採掘したり伐採したりするんでね。鉄鉱石ないかな。これちょっと最高ガスだから結構ね、遠くまでしっかり見える。
石炭とかそろそろ出てるんだから、また石炭ちょろちょろあるな。確かあれだ、あの鹿なのかな、こいつからいい肉取れんすよ。しやろう。ここかね、これゾーンだ。よし、やれた。もう私は手だれですからね、なんなら。よし、これこれこれ、まだ取れる。これでこの肉は結構取れんだね。これはいらない。これをねもうちょっと捨てちゃおうか、もったいない。これね、上質な肉、これを焼くと、いや石入れてほしい、石じゃない、これを焼くと。あれ、めちゃくちゃどうしたの、お肉欲しいの、もしかしたら旦那様だったかもしれない、それ申し訳ない。美味しくいただきます。焚き火としてもらっとくか。アロエまだいいか。アロエを薬草というか薬にできたりするはず。あ、首なしがいる。パンツ入ってねえな、前だれだけな気がするな。ちょっとすいません、あの確認しますよ。多分あのモザイク入ってないです。わー、入ってないですね、入ってないです。でもあれだね、あのなんだろう、どうやんだっけ、これダメだ、これ映せない。ちゃんと揺れるべきところに揺れてる。いいな、セミ。まだだいぶある。この辺り調べてみる。この辺り鉄鉱石がない。あそこなんか入れたりするんか、ね、どうだ、行ってみないと分かんない、行ってみようか。なんかいるな。あー、あれだ、ロックノーズがいるわ。
これだな。折れるかな。はい。あ、鉄がたくさんある、ここ。すごいすごいすごい。すごいとこだな、ここ。ちょっと待って、地図的には、あー、でももうちょっと先か。いや、でも別に鉄を掘る場所としてここにね、来たらいいわ。そんなに遠くないし。あ、いる、そこに埋まってる、ロックノーズ。ここに埋まってる、ここに。これそういう潜伏の仕方なんですよ。ちょっと待ってね。あ、待ちました。これさ、炉を作るみたいのはどこで。あ、もういけるわ。ちょっとここに炉を作ろう、一回。まずじゃあ石を取らなきゃ。これはすごいところを見つけたな。こんだけ鉄ある。あらっと、よし、あとやるよ。あんまりこいつね、勝てー。タイミングで来る時もある。なるほど。よいしょ。よし、これでどっちで嫌になったっけな。カワハギナイフだったかな。クリスタルが取れるんです。これがね、ガラスになる、クリスタルっていうのはこのゲームだよね。まずは石を立ててやると。向き的にはどっちがいいのかな。こっちか。こんな感じで。で、鉄と燃焼物を入れて、石も入れとくか。レンガ作れるからいいね。これでもしばらくここからちょっと鉄を取りまくろう。ジャンプしちゃう。わかるな、これ。結構かかる。カットするかもしれない、これ。ここに、ここに立てようかな。いや、ここは結局は仮拠点だ。やっぱここに作んなきゃ。
ぱい、ちっちゃめのやつ作っといてもいいな、やっぱり。と、これで。家を作る、これで家を発生したの。うん。で、ここの隙間に。あ、もう二つ。これで土台が完成。おっと、砂嵐来るぞ。いいタイミングで作ってたな俺。どっから来るんだ。あ、軽くなった、軽くなった。これが待ってたんです。あー、まだダメだ、まだ十分に守れてない。来るぞ、砂嵐が来る。あー、こんな時に。うわー、来る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 、砂嵐が来る。スタミナがつきたくなる。ここどう、ここどう、ダメだ、ここでダメだ、こんなところに。うわー、来た来た来た、ダメかダメか。あー、くそくそ。あと、こいつもこいつも、痛い痛い痛い、やばい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 。あー、ダメだー、死んだ死んだ。ちょっと家作るタイミング遅かったなー。そうだね、リスポーン地点作っとけばよかったね、あそこにね。ちょっと急いで行きましょうか。あ、砂嵐。え、ちょっと待って待って、ちょっと待って、こっち来ないでしょう。いやー、ちょっと待って、砂嵐そらないよ。ちょっと待って、どっかないか、どっかないか。二度死にしたくない、二度死にしたくない。あ、よし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 、あれね、あの、いや、さっきの岩の反対側に回ったら大丈夫だったんだよね。それがもう、あの、中程度のね、保護で、あの、家の中で我慢してたらもしかしたら行けたのかな。長くね、あ、去った。いやー、やっぱり序盤は砂嵐だな。そっ
恐ろしい。これだ。違うわ、全然。あ、これだ。全て取ったらちょっと高いところに登って入ってみせる。これもういいな。500個これ持っとこうか。一応何か分かんない。全然見えない。逆光だ。だからどうしよう。これでベッド作れるはず。どれがいいかな。スティギア。スティギアじゃないな。折りたためるってことは多分持ち運びできるんだろうね。まあ、普通のこのベッドでいいでしょ。うん。で、ベッドを置いて。ダメ。どこならボケんだよ。全然置けない。地形に合わせるみたいなのやんなきゃ。よし。これでベッドで、これで死んでもここから始められる。いいな。可愛らしい家ですね。とりあえずそうだな、向こうにも炉を作ろうか。これ1台でやる必要ねえわ、よく考えたら。あんだけね、なんだろう、あんだけっていうか、これこんだけこう石がねたくさん取れるんだから、一回の採掘で炉をたくさん作っときゃいいじゃん。一台で律儀にやろうとして。これがね、欲しいんですよ。ハイボリア。うん。
学習するにはどれが必要なの？ダルファルを覚えてからのレベル20になったら覚えられる。なるほどね。ここを目指したいの。で、ハイボリアの装備作れるようになったら、このね、ここにあると思うんだけど、これね、スタイル、うん、ここに入れたいんです。ここに入れるとどうなるかっていうと、装備に反映される。見た目だけで、見た目だけ反映されるんです、うん、なので、どういうことかというと、ファイナルファンタジー14でいうミラージュプリズムみたいなやつね、うん、で、エルダースクロールズでいうコスチュームみたいな感じ、リスタイルか、うん、まあそんな感じで、見た目だけを、うん、自分の容姿に反映させるためのアイテムをここに装備できる、うん、つまり重さとかもないですし、ね、防御力自体もこっちの、ね、本来装備している、だから性能は本来装備しているものに準じて、見た目だけはこっちのスタイルって書いてある方に、まあ、うん、反映されると、そういうモットーを入れてあるんです。なので、ハイボリアの、ハイボリアってのはね、重装の装備なんだけど、だからね、なんていうのか、動きが悪くなるわけ、うん、ただまあ弓を使いたいから、やっぱ身軽でありたいっていうのもあれば、でも見た目はあのハイボリアのね、なんだろう、なんていうの、グラディエーターみたいなね、かっこいいね、ドラクエの女戦士みたいなね、あんな感じのをやっぱ装備させたいんで。そうだ、どんどん置いていかない。まだ置ける。いやー、すごい。これだけあったらもうね、ちょっと待って、鉄を、鉄をどんどん分割しちゃおう。この分割、これだけあれば早いね。どんだけ荷物、いいね、全部取っちゃおう。ずっとこれやるな、これ。回収できるじゃない。で、これで家事作業台ができると。よし、うん、で、ここで鉄を入れとけば、枝か、鉄関係のもの作れると。鉄のつるはし、アキロニアの長剣、そんなもんもう作れるの。一個作ってみるか。これはシックル、鉄の手斧の、
ラスコの型も作ったのか。ダメージ16、多分鉄の剣も同じだよね。うん、変わらない。で、ツルハシ。よし、だいぶ武器がグレードアップしたぞ。もういらないものが出てくる。どんどん。これは何だろう。あ、そっか、アケロニア系はもう俺アップデートしてるから作れるんだね。うんうん。とはいえまだです。さすがに。あ、そっか。これあれだ。そうそうそう。毛皮取ってこなきゃなんないわ。うん。毛皮がいるんですね。木材。分割して入れて。毛皮は何がくれるかっていうと、ゴリラ。ちょいと遠いね、ゴリラは。うん、いいじゃない。こういうことなんですわ。鉄の盾と鉄の剣、いいじゃないですか。ちょっと今のうちに作れる今のうちに作れる防具を作っておこう。皮か。皮めっちゃ入れるの。これで完成したら切れますと。うん、それでだね。遠いな、ここね、ゴリラいるところ。ちょっとね、遠いけど行こうか。ちょっとね、あの、完成したいね、見た目完成させたいね。ちょっとね、冒険に出ましょう。うん、そうだね、冒険に出よう。で、あの、必ず冒険でね、大事なのはね、あの、リスポーン地点。うん、ここに行った時にここで死んで、ここでやり直しみたいのはしんどいんで、うん、必ず現地に着いたら現地でリスポーンできるようなものが欲しいと。それで大事なのがね、寝具。皮ちょっともらう。はい、ごめんなさい。あ、もうできたな。ほっ。で、皮ちょっともらって。うん。ずっと構えてる、ずっと構えてる。挟む、ずっと構えて、よしよし。これ入れて、よし、着替えよう。どうぞ。そっ
そう。あ、なんかいいね。今までのと比べてセクシーです。あ、ちょっごめんなさい、あの、ごめんなさい。あ、ババ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 バ見えちゃってるおっぱい見えちゃってるな、これダメ、これちょっと疲れてますそういうことかなんだよ、わからんよそんなのいやー、ちょっとしたハプニングがありましたねよし、じゃあね、ちょっと頑張って行ってみましょうか。これ何なんだろう、このチェックボタン入れた。あ、なるほど。あー、そういうことか、そういうことか、うん、これかぶって防御力は欲しいけど、やっぱね、何も、うん、ない方がいい。これでもあれだな、かぶハイデにしちゃうと、ハイドにしちゃうと、あの、なんだろう、髪の揺れ効果みたいな。変わんねえか、変わんねえ。うん、これでいい。さて、じゃあ行きますかね。どう行くかね。まあね、安全なの川渡ってね、このまま行って、ここにね、こう行くとこあるんで、こういうふうに。そうするとね、いつもいた拠点があるんですよ。ここら辺、虎がいます。で、こっから、ね、基本的にはここの、この道を沿って、ここら辺からアプローチした方が安全。ちょっとだいぶ長旅に、あ、荷物余計なの持ってた。とりあえずもう食事と水以外はもう、あと武器防具以外は、松明とこれね、生皮の芯。よし、カワハギナイフを鉄製にできないかな。できるできる。包丁も作っておこうか、ついでに。この草刈り窯もで、もう古いのは捨てちゃう。これはいらない、まだこれをもう家に置いて。鉄製のカワハギナイフが手に入ったんで、ちょっと待ってね。鉄の斧、鉄の手斧が斧なんだ。投げの斧かと思った俺これね、これで鉄製品が揃ったね。ほい。うん、よし、じゃあこれでちょっと行きましょうか。だいぶ長旅になると思うんで、だいぶ走れますよ。お、石炭あったー、石炭。こんなもんで十分
マット取らなくていい。まあ、いいか。あ、あそこ。ワープポイント。まだね、地図部屋っていうものをね、解放してないんですけど。解放するとね、ここに飛んでくる。あ、ちょっと。よし、フェリスクスした。だんまりあそこに長くいるとね、堕落するっていう。なんだろう、バフが、デバフがかかる。だいぶショートカットできたね、これね。さあ、よいしょよいしょ。これ下手すると死にますから気をつけてくださいね。私は慣れてますので。すごい荒技すごい荒技をやっているよ、風村が。上がりきれるのか、これは。あ、これまずいな。あ、そこで一回、そこに一回上がれば、そこに一回上がれば、あ、よいしょよいしょよいしょ、危ねえ危ない危ない、ギリギリだったな。よし、いけたいるぞ、あれが。ちょっとやれるかどうかやってみよう。ちょっと待って、平たいとこ、平たいとこ。よし、やるぞ。勝てるな。やばい、強えな、やっぱり。でもやれるぞ、これ。つむけたぞ、ケツむけたぞ。あ、よくやんときちゃった。仲間も当たるんだ。よし、いいね、やってくれやってくれ助かる助かる。えー、俺もってなってる。優しいからやりやすいっちゃやりやすい。はっ、これはそうだな。はい、もらったろ、これ。さすがにまだ。よし、やったー。これをカワハギナイフだったかな。え、何も取れなかった何も取れなかった、何も取れなかったねあら、デーモンの血みたいなのも取れたりするんで、それがね、後々必要になる、後々必要になってくる。今のうち取っとこうと思ったら、まあやれたっていうことでいいねあれぐらいのやつだったらやれるぞと。
これが異様です。黄色いやつがまだあったんですね。何あれ、こんなの追加された。でけえヘビ、絶対やべえだろ。あ、俺あれだな、寝具置いてきちゃった。これもう一個作って、もう一個置けば前の寝具はなくなるんだ。まあ、生皮たくさん持ってけばいい。別に回収してみたいなことしな。生皮に余裕があるんだったら、ね、おぎっぱの方が何だったらいいですね。途中でもしかして万が一があって死んだ時、途中のそのリスポーン地点から始められるんで。ザモラ人の追放者3。飛ばしなんてできんだ。よし、すまんな。なんかいろんなもの、なにこれ、レザーワーペットブック、粗末な草履き、プラスコー更新、あ、いいね、矢は助かる。もういないか、いるじゃない、シェム人の火事。これいいな、盾。ちょっこれね、なんか見えないけど、これだ。究極の味を求めてありとあらゆる場所を探したが、いまだに見出せずにいる。そこでこのページを残すことにする。一種の遺産というわけだ。少なくともここから、ここから誰かが何かを学んでくれれば、さまざまな料理の実験を全くの無駄ではなかったことになるだろう。なるほど、これで学べましたね。どっちから行ったっけ、こっちか。さて、ここからですよ。いよいよゴリラとの遭遇。いるね。この辺りに信号を置いてもらう。以前の信号は破壊された。忘れられた都市シェルハ。
やー強いねやっぱり、うん、これさっきのやつをちょっと似てますは。でもあんまりもらえないんだな。もうちょっと欲しい。あと1匹ぐらいは欲しいね。ゴリラだ、岩だと思った。岩だと思ったらゴリラだった。よしやるぞ。ちょっと待て。伝染するつもりない。これでいいんだもん。これで終わりなんだもん。いやーじゃあすまんな、もうお前の相手は知らない。よし帰るぞ。帰るんじゃないよ。あ、こいつ開けんよ。落ちないのか。落とされて死ぬみたいなパターンね。あぶね、俺が落とされるとかだった。いやーもうまとまってきた。痛い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 。よし、顔張ってた。痛い。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。相手するけど、相手するけども、痛いです。来るな来るな。羽取れたな、うん、今のでいいんだね。じゃあこんなにカメラ、この先だ。あー、このサソリいたね。最後、うーわ、ちょ、見つかった。やばいやばい。やばいだろあれ。まだ来るし。あー、よかった。恐ろしい。いやー帰ってこれた。結構な旅でしたよ。よし、これを、毛皮を入れて、鉄が足りないな。あれ、鉄こんなもんだった？ちょっと待って。
重装の型紙を作んなきゃダメね。これだ。厚日川。これか。そうだね。もっと大事な部分もありました。川のなめし台。これだ。これ。ついでにこれも入れとくか。錬金。ウォーターバケット。で、これで。石と木と、あとなんだろうな。樹皮か。ここに木材入れて。ああ、さすがに違うかな。まあ、とりあえずちょっと。やってようか。これの副産物で取れないかなと思って。ほら、取れた、ほら。ね。やっぱりそうだ。いやね、だって川だからさ、ね、木をね、製材するときに出るわけよ。ちょっと考えると。まあさすがに家の中入れられないか。で、ここに、なめし。毛皮ってのは厚手の皮にはならないか。ならないね。これもしかして厚皮がいるかな。そんな気がしてきた。計算しよう。35枚もいるじゃない。これはちょっと難しいな。教授の感性は。なんか悔しいな。サバンナ近いからサバンナ行こうか。なんかやれるかもしれない。もしかしたら。遠くないんです。よし、行こうか。さて、ちっちゃいぞ、探しますか。近接だからね。弓矢持ってないね、まだ。あんまり
さて、程よい像を見つけたい。あれそんなに大きな感じしないけどね。ちょっくらいやってみますか。で、象はもう足元に入ってしまう。足元に入ってしますぐ逃げれるようにして。必ずケツ叩く。必ずケツ叩く。必ず弱攻撃でケツ叩く。よし、やったー。カワハギナイフでしっかり皮を取りましょう。飛んでった。はい、トラがいるぞ、トラがいる。やばい、あいつはやばい。よっ、ゾウなんかよりやばい。さて、だいぶ取れたね。これだけあれば十分でしょう。で、希少肉も取れたし。トラは？また諦めて。トラの子供。取れた？取れたあ、いた、いたけど虎がいる近くに。なんとかうまくいけないかな。あー、こう、やっぱ親いるか。これなんか自己理想な気がする。ちょ、これが怖い。痛い。あ、ほら。これですよ。チームでリスポンジを。怖い。まあ、いうことがあるんでね。よし、あ、そっちは南蛮市だ。
ここに、これを入れてなめしますと。ああ全部引き上げちゃった。はい、なめします。で肉焼きます。小枝で、小枝使う。できた。でこれを装備するんではなくこっちの、わあらちょっと出ちゃってる出ちゃってるな。なんだろう、なんでかな、出すぎ。なんだ、もう一個作んなきゃダメだな。じゃあよかった、これだ。あーよかった。というわけでこれをなるほどね、何か装備してないとダメよってことね。いいですね、これですよ、これだ。うん、これで色をつけれるようになると。ここからね。で、赤い染料、赤い染料がいりますね。はい、なんかね、あれよ、これこれ、サボテン、サボテンに確か今の赤いテントウムシみたいなのがいます。ノーズと戦う、せっかくだから矢を作りましょう。あれ、あ、なるほど、そういうやり方に変わった。これはいい。よいしょ、いいね。そして従来ハギナイフで、これでやればクリスタル取れるんだね。ガラス、最後これ 0.5 でしょ。もっとのんびり行きたいわ。夜は夜で長いのがいい。
時刻しよう、これでいいね。これでもうちょっとのんびり日が暮れ朝が来て、いい松明がないともう何も見えないぐらい。フラスコを使うとフラスコに水が入る。これなんだろう。プリックリーペア。エディブルイエロートゥーパープリッシュレッドフルーツ。食べ物だな、じゃあ。食べ物みたいで、これで赤い染料作れるはずです。フラスコ1個入れてね、1個作る、うん、1個できたと、うん、そしたらですよ、これでも染色できんのかな。これやっぱ染色したのをインプットしないとダメだね。こっちの土出るやつも捨てちゃおう、紛らしいから。でその他染色、ここが赤くなるね。ここ赤くしたかった、うん、せで、これをインプットしてやれば染色されたやつのはず。あ、色ついてるね。見づらいけど、もうちょっと明るい赤の方が良かったのかな。で、これを腕につけますと。これでとりあえず完成ですね、うん、いいね、いいすごくいいいや感じ出てるな。そして夜がいい、この夜の暗さがいい。いや、いい、真っ暗だ。まあでも月明かりが出てるからね、ある程度多分月明かりが当たるところは多分こんな感じになっちゃう髪型で、これはこれでも赤いところあったかな。赤い部分ないよね。川の部分、鉄の部分は全然染色できないの。キャンセル。あれ？ここね、うん、ここしかない。マーカーで染色する。
ですよ。あ、違う。これも赤いところですよ。これはこれで、うん、で、これをまた上書きする。あ、別にどうはやんなくてもよかったの。変えてないから、うん、これでちょっとね赤が、うん、いい感じの赤、いいじゃないですか。うん、いいです。ほら、色がいい、赤の色がいいわ。こっちの方が朝が来るね。行けた、よし。お、なになに、セペルボリアの人じゃないのこれ、今の。こんなところにもすごい。これは、あ、なんかちょっと違う、ちょっとなんか違う植物。あ、これあれだ、灰色の染料になるやつだ。よし、持ち帰ろう。よし、素晴らしい。美人にのできたな。うん、ちょっと待ってね、これは、あー、そっか、これあれか、ミニマップ出ちゃうのか。ミニマップ出ちゃうな。ミニマップ出ちゃう。ミニマップ消せないのかな。ちょっと待って、なんかあったと思うんだけど。じゃあ今日はここまでにいたしましょうかね。うん、長時間のご視聴ありがとうございました。次回は、どうしようかな。次回はもう次回に話します。何すればいいか今思いつかない。結構やれることやったから。うん。今日はここに終わりましょうね。ありがとうございました。次回の放送もよろしくお願いいたします。というわけでお疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。